テレビで見ない日はないくらい、たくさんのバラエティ番組に引っ張りだこのお笑いタレント、大久保佳代子、大久保佳代子さん。1990年に、小学校からの幼馴染みである光浦靖子さんと、オアシズというお笑いコンビを結成し、1992年にメジャーデビューし、今や人気者に。今回は大久保さんの大学時代のエピソードや、出身高校についてお伝えしていきます。大久保佳代子のプロフィール、愛称、大久保さん、本名、大久保佳代子、生年月日、1971年、昭和46年5月12日、身長、158センチメートル、出身地、愛知県田原市、最終学歴、千葉大学文学部文学科、当時、所属事務所、プロダクション人力車、僕次、大久保佳代子は早稲田のお笑いサークルに所属していた。千葉大学に通った大学時代のエピソード。大久保佳代子は頭がいい&賢い。出身高校は愛知県立青少高等学校。大久保佳代子は早稲田のお笑いサークルに所属していた。大久保さんと早稲田大学にはどのようなつながりがあるのでしょうか。大久保さんが千葉大学出身ということはとても有名ですが、そんな大学時代、大久保さんは早稲田大学のお笑いサークルに所属していたそうです。きっかけは幼馴染であり、コンビ、オアシズの相方でもある光浦靖子さん。当時東京外国語大学に通っていた光浦さんに、早稲田大学のお笑いサークルに一緒に入らないかと誘われたのがきっかけ。もともとお笑い好きだった大久保さんは、早稲田大学のお笑いサークル寄席演芸研究会に所属することになりました。そして、今やテレビでは有名な、オアシズが結成されたそうです。大久保さんは当時、光浦さんや他の人を加えて、発表会などで漫才を披露するようになりました。お笑い好きだったのをきっかけに、早稲田大学のお笑いサークルに入ります。発表会がある時には、サークルに一緒に入った光浦さんや他の人を加えて、漫才を披露するようになりました。引用元、大久保佳代子さんが、恋愛、よりも、お笑い、仕事、を優先した理由、2位、お笑いが好きというところから、実際に自分が演者になってしまうという、大久保さんの原点がここにあるようです。このきっかけがなければ、大久保さんをテレビで見ることもなかったのかなと思うととても不思議ですね。ちなみに、高橋みなみのそこそこ散歩という番組では、思い出の地である早稲田に行っているようです。早稲田卒ではない大久保さんが、早稲田を散歩するということで、大久保さんにとって思い出の詰まった大切な場所なんだなということが伝わってきます。千葉大学に通った大学時代のエピソード。大学時代からお笑いが大好きで、勉強とともにサークル活動に励んでいた大久保さん。大学時代のエピソードや思い出を探ってみました。人付き合いに早稲田大学のお笑いサークルの部室は、大学近くの古いアパートの一室だったそうで、大久保さんはしょっちゅう、千葉から早稲田まで通っていたそうです。調べたところ、千葉大学から早稲田大学のキャンパスまでは電車を利用して1時間半前後かかるようなので、相当な距離を往復していたと思われます。そのため、交通費もそうですが、付き合いのための飲み会でお金がかかるため、アルバイトもしていました。アルバイトは野球場でビールの売り子などをしていたそうです。おしゃれにお金をかけたことはあまりなかったようで、こういった人付き合いにお金をかけることが多かったようで、とても活動的だったことがわかります。生涯の友達に出会えた、地方から出てきた大久保さんは、関東に友達がいませんでした。そのため、大学の入学式で席が近くなったメンバーでお茶をして、そのまま仲良くなれたとのことです。仲良くなったメンバーも大久保さんと同様に地方から出てきた方で、気があったそうです。そしてそのメンバーとは今でも交流があるそうで、一生涯の友人に出会えたことはとても貴重で素敵な経験ですね。地方から出てきたばかりで早く友達が欲しかったので、入学式で席が近かったメンバーでお茶をしてそのまま仲良くなりました。私以外の子も、長崎や長野、山梨から出てきていたので、地方出身者同士で気があったんでしょうね。
20歳になってお酒の味を覚えたのも、そのメンバーと一緒、西千葉の居酒屋さんでした。体育の授業で疲れ切った状態で、初めて飲んだビールの味は忘れられません。彼女たちとは今でも交流があり、引用元、広報誌千葉大プレスボリューム60千葉大学オボックインタビュータレント、女優大久保佳代子さん、国立大学法人千葉大学、卒論に苦労、大学を卒業する直前にはすでに事務所に所属し、お笑いライブに出演していた大久保さん。卒論を書く時間の確保に苦労したそうです。担当の先生にダメ出しされながらも、最後まで先生にアドバイスをいただきながら、どうにか卒論を書き上げ、4年で卒業することができたそうです。お笑いライブに出演しながら、忙しい中でもしっかり卒論を提出した大久保さん。社会人になってからの仕事以外での時間の確保は難しいことが身に染みてわかるので、とても尊敬できますね。社会人をしながらの宿題は相当苦労されたことと思います。それから、大学を卒業する直前には事務所に所属してお笑いライブに出ていたので、卒論を書く時間を確保するのに苦労しました。文献に頼って自分の論がない論文だったので、担当の先生にダメ出しされてしまったのですが、最後まで修正にお付き合いいただいたおかげで、どうにか4年で卒業することができました。引用元、広報誌千葉大プレスボリューム60千葉大学オボックインタビュータレント、女優大久保佳代子さん、国立大学法人千葉大学。大久保佳代子は頭がいい&賢い。クイズ番組などでも活躍している大久保さん、千葉大学卒業なだけあって、頭が良く、知的な印象で、バラエティ色の強いクイズ番組から、現役東大生が出ているようなクイズ番組にも出演されています。大久保さんはソロ版が得意ということで、珠算二段を取得されています。テレビでも、歌を歌いながらスピード暗算を正解するという腕前を披露されています。語彙力も豊富で、エピソードには親近感が湧くものがたくさんあり、飽きることなく見ることができます。また、頭の回転も速く、とても面白くて素敵なコメントを話しているのをよく番組でお見かけします。大久保さんは OL 経験があるということで、一般人としての常識もお持ちなので、そこも親近感と魅力を感じますね。テレビに大久保さんが出ていると、ついつい安心して見てしまう人も多いのではないでしょうか。出身高校は愛知県立青少高等学校。そんな知的で賢い大久保さん、高校は愛知県立青少高等学校という高校を卒業されているそうです。こちらの高校は、江戸時代に創設された田原藩の藩校青少館が前身とされ、伝統のある公立高校であり、たくさんの著名な卒業生を輩出しています。相方の光浦さんも卒業生の一人です。大学時代のエピソードや、元々の賢さ、頭の回転が速いことから導かれるワードセンスなど、たくさんの魅力がある大久保さん。